平成28年台風第14号は、2016年9月に発生し、台湾や河南等に大きな被害を出した台風である。同年に発生した台風の中では最も勢力が強いものであり、2013年の台風30号、以来3年ぶりに900ヘクトパスカルを下回る中心気圧を正式に記録した。2016年9月7日14時30分。 合同台風警報センターは、グアム島の南方海上で発生した、低気圧 98W が急速に発達した、ことから熱帯低気圧形成警報を発表して、警戒を開始した。気象庁は9月8日3時に、低気圧は熱帯低気圧へ成長したと判断。合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 16W を割り当てて、警戒情報を発表した。 16W は9月10日15時にフィリピンの東の海上で台風14号となりアジア名ムーランティと命名された命名国はマレーシアで木の名前に由来する14号は11日にフィリピンの監視領域に入ったためフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名フェルディと命名した気圧の変化台風14号は発生当初は 中心気圧1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速秒速18メートルであったが、その後西北西に進みながら発達を続け、12日の21時になると最大風速秒速60メートル、最大瞬間風速秒速85メートルの猛烈な勢力にまで発達。13日21時には中心気圧が890ヘクトパスカルにまで低下して最盛期を迎えた。 暴風域の半径は1 3 0トルであった。合同台風警報センターはスーパー台風であると発表。アメリカ航空宇宙局は同日気象衛星を使って14号の目を撮影し台風に対する警戒を呼びかけた。合同台風警報センターによる解析では最大瞬間風速は秒速1 0 0ルに達していたとされる。 速報値の時点でもピーク時の中心気圧は890ヘクトパスカルとされていたが事後解析の値でもピーク時の中心気圧は890ヘクトパスカルと解析されており900ヘクトパスカル未満となる中心気圧の正式記録は2013年にフィリピンを襲った台風30号以来初めてとなり2000年代に入ってからは3回目の事例であった14号は その後、バシ海峡を通過し、14日に台湾南部に最接近。15日未明には、中心気圧945ヘクトパスカル、最大風速約64メートルの強い勢力を維持したまま、中国本土の福建省アモイ市近郊に上陸。上陸時の風速は、約秒速64メートル、最大瞬間風速は、約秒速78メートルで、過去に、 福建省南部に上陸した台風の中では1949年以来最大規模の勢力であったという。そして15日の21時14号はカナンで熱帯低気圧へと変わった。この台風の進路は同年7月の台風1号に類似していた。9月13日に台風が接近したフィリピン北部では300棟近くの家屋が倒壊し900棟。 以上の家屋が被害を受けたと報告されている。9月14日に台風が接近した台湾では、少なくとも2人の死亡が確認されたほか、100万世帯が停電、72万世帯が断水するといった事態となった。各地で暴風や豪雨等が相次いだことにより、台東県では小さな灯台が崩壊し、高尾市の西古湾では転覆した漁船も見つかった。 西大竹山では半日で600ミリメートルを超す大雨を観測したほか、玉山で秒速38.5メートル、高尾市で秒速38メートルの最大瞬間風速をそれぞれ記録。現地の中央気象局は、久し春沈の観測所では120年の観測史上最大の風速を記録したと発表した。さらに中国では台風の上陸地点でもある、 福建省や石膏省など河南での被害が特に著しく、福建省では18人が死亡、11人が行方不明となった。同省にあったガツを題材とした巨大な風船のオブジェが風に煽られ、街中を転がる様子が撮影されると異様な光景として話題となった。このオブジェは中秋の名月にちなんで飾られていた。省春県の観光局によると、 800年の歴史を持つ橋も破壊されたという。なお、中国国内全体での死者数は45人であった。台風14号による死者数は合計で47人となり、被害総額は47億9000万ドルに達した。この台風のアジア名であるムーランティは、この台風限りで使用中止となり、自順からはニヤトというアジア名が使用されることになった。 命名国、マレーシア由来、木の名前、メランチの発音はメランティに近い。ありがとうございます。